安宗高塚古墳は、兵庫県宝塚市安倉南にある古墳。形状は円墳。宝塚市指定史跡に指定され、出土品は、兵庫県指定重要文化財に指定されている。兵庫県東部、向川砂岩の伊丹第地生園に築造された古墳である。周辺ではかつて、安宗七塚と呼ばれる古墳群が存在したと言われるが、現在までに、 本古墳以外は消滅している。本古墳も1937年に大きく破壊され、その際に石室、副葬品が発見されている。墳形は円形で直径約17メートル、高さ約2.7メートルを測ったが、現在は北半部のみを依存する。墳球のほとんどは森土による。主体部の埋葬施設は墳町における縦穴式石室で、 推定長さ約6.3メートル、幅0.75メートル、深さ0.6メートルを測る。石室は河原石によって構築され、上面を痛い石で覆う。石室内には粘土干渉が認められ、その形状から先竹形木管が据えられたとみられる。石室内からは、銅鏡二面、小玉、下玉、鉄製品が出土しており、 特に東京一面には赤カラス7年の記念名が認められる点で注目される。この安装高塚古墳は古墳時代前期の4世紀後半頃の築造と推定される。赤カラス7年の記念名は卑弥呼が義に検視したとされる継承3年に近いが義の記念でなく後の記念であり、入手経路をめぐって当時の国際政治情勢を考察する上で、 重要視される古墳になる。古墳域は1970年に宝塚市指定史跡に指定され、出土品は1976年に兵庫県指定重要文化財に指定されている。赤カラス7年名新住狂原品は兵庫県指定文化財。兵庫県立高,博物館展示安高塚古墳からの出土品のうちでは新住狂一面。 内向下門橋一面の銅橋二面がある。特に新住橋は、平辱の指示に四住橋で、半円方形体を巡らして、直径17.5センチメートルを測り、赤ガラス7年の記念名を有することが知られる。赤ガラスは、中国三国時代の呉の年号で、西暦244年にあたる。日本で出土した記念名橋のうち、呉鏡は他に鳥居。 元吉根塚古墳の赤カラス岩年明鏡のみであり、当時の国際政治情勢を考察する上で重要視される。同郷のもう一面の内向家門鏡は防制鏡になる。またその他に玉類、鉄製品が出土している。これらの出土品は現在では兵庫県立歴史博物館で保管されている。ありがとうございます。